都月橋は京都府京都市の桂川に架かる橋。渡月橋は桂川砂岩と中洲である中の島公園の間に架かる橋で、全体が右京区にある。橋長155メートル、幅12.2メートル。車道は2車線で、両側に一段高くした歩道がある。観光名所であるとともに、桂川の両岸地域を結ぶ重要な交通路で、 京都府道29号の一部となっている。また、南詰めは京都八幡木津自転車道の起点となっている。現在の橋は1934年に完成した鉄骨的筋コンクリート桁橋である。景観との調和を図るため衣装は木製の急橋を受け継いでおり、橋面は中央部が約1メートル高い弓なりの形状で、降欄も従来の橋と同じ木造覚悟式が 採用された。観光パンフレットなどにはこの橋が写り込んだ写真が多用されるほか、映画やテレビドラマの撮影で多用されていることもあり、観光地としての嵐山を象徴する建造物ともなっている。欄干が木造であることから、自動車が衝突した際に欄干を突き破って、川底に落下したり、捨てられたタバコの火によって欄干が燃える事故が発生することがある。 長らく橋には照明施設がなかったが、地元の任意団体である京都嵐山保証会が関係機関の協力を得て、橋の上流にあたる西高瀬川との分岐部に再本式小型水力発電機を設置し、そこで得られた電力により、夜間帯に LED 照明を用いて橋を照らしている。また、関西電力と相互に供給できる体制が取られており、 逆潮流による利益は周辺の清掃などの活動資金に使われている。都月橋836年に僧である道省が佳境したのが始まりとされ、当初は100メートルから200メートルほど上流にあったとされている。また、元は橋の南にある法輪寺にちなんで法輪寺橋と称されていた。鎌倉時代に亀山上皇が橋の上空を移動していく月を眺めて、 熊泣き月の渡るに似ると感想を述べ、渡月橋と命名された。しかし、付近は洪水が多く橋はたびたび流出し、応仁の乱など戦乱による消失もあった。1606年に、門倉領位によって小津川の改作工事とともに、現在の位置に架け替えられ現代にまで残る渡月橋の原型となった。2013年の台風18号襲来の際、 桂川が氾濫して橋周辺が冠水する被害が出たが、橋が流出するなどの致命的なダメージはなかった。2018年9月に発生した台風21号により橋の東側の欄干が100メートルに渡り倒れる被害が出たが、10月には復旧している。渡月小橋中野島公園と桂川右岸の間に、かかる短い橋は、渡月小橋という、ト月橋を 北から南へ渡り、そのまま南へ向かうと、すぐに、渡月小橋となる。中野島公園までは、右京区であるが、渡月小橋で、桂川右岸に渡ると、西京区となる。渡月橋周辺の嵐山地域は、特に桜と紅葉の名所として、多くの観光客を集めている。周辺には次のような施設がある。渡月橋中央からの眺め。ありがとうございます。